ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。メイン MC の松本明子です。今週は7月27日28日に行われたスペシャルマッチの様子をたっぷりとお届けします。それではペガサスプラスイースポで群馬を元気に、今日もスタートです。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りします。7月27日水曜日、グレースイン前橋市民球場で新潟アルビレックスベースボールクラブを迎えて前橋プライドマッチが開催されました。試合前イベントとして前橋市内の学童野球チームによるふれあいノックが行われ、ペガサス永井コーチや選手からのノックを小学生の皆さんが真剣に受ける姿が見られました。また山本龍前橋市長が応援に駆けつけ、激励の言葉や始球式で試合を盛り上げてくださいました。ペガサス先発は高橋直哉。高橋は1回、先頭バッター藤原をフォアボールで出すと、2番松島にツーベースヒットを浴びます。3番阿部和宗の進塁打の間に藤原が帰り、先制点を許します。変わった1回裏、新潟先発は吉田。1番高橋誠心は三振に倒れますが、2番有馬の打席、吉田の2球目をバックスクリーンに運び、今季第4号キャプテンの一振りで早くも同点に戻します。ペガサスは3回にも1点を失い、1対2で迎えた6回。この回新潟の先頭バッターは阿部和宗。初球をバント内野安打で出塁すると、続く小池はフォアボールで出塁。ここで5番熊倉の打球処理をサード堀北が悪送球。送球がそれる間にランナーが帰り、1点、1対3とされます。ここで高橋直哉は降板、2番手宮下に託します。ワンアウト満塁で迎えた佐藤の打席、大きく上がった打球を奥村が捕球しバックホーム。奥村の強肩が追加点を防ぎます。6回を終了して2点ビハインドのペガサスですが、ここで降り始めた雨が強くなり試合が中断。天候やグラウンドが回復せず6回降雨コールド、1対3で悔しい負けとなりました。翌日の7月28日は小倉クラッチスタジアム桐生球場で綱島サポートマッチ withKJB、 前日と同じカード新潟アルビレックスベースボールクラブ戦が行われました。試合前にはこの試合ボールボーイを務めてくれた桐生ジュニアベースボールクラブ KJB の皆さん参加のふれあいノックが永井コーチノッカーにより行われました。学生服の綱島菊池様、荒木刑事桐生市長のご挨拶、始球式は KJB の栗原選手、稲葉選手バッテリーで行われ、ペガサスから桐生西高校出身の荻野選手がバッターボックスに立つなど、
旧都桐生での試合開催を熱く盛り上げました。ペガサス先発は森永一世。1回表2番松島にツーベースヒットで出塁されると、ツーアウト3塁で迎えた4番小池への2球目、ワイルドピッチで先制点を献上します。ペガサスは2回の裏に高橋誠心のヒットなどで1点を返し同点としますが、3回の表を終了したところで雷により試合が中断します。1時間の中断を挟んで試合は再開されますが、1点が遠いペガサス。5回にも新潟に四死球、犠打で2点を取られ、3点ビハインドで迎えたその裏の攻撃、ツーアウトから有馬がデッドボールで出塁すると、奥村、新山の連続ヒットで2点を返し1点差まで詰め寄ります。7回には守備の乱れも絡み、さらに1点を失いますが、7回裏にはここまで猛打賞の活躍、奥村の4本目のヒットなどで1点を奪い、再び1点差とします。4対5で迎えた9回裏、新潟のマウンドには前の日先発した吉田がクローザーとして上がります。ワンアウトで迎えたバッターは、前日吉田からホームランを放ったキャプテン有馬。初球をセンターへ運びツーベースヒット。続く奥村はフォアボールで出塁し、逆転のランナーが塁に出ます。しかし後続が続かずゲームセット。ペガサス痛い連敗となりました。夫のお姉さんが引っ越しをした。いらっしゃい。このソファーも山田で？そう、家電買い替えたから一緒にね。姉ちゃんの昼寝用だな。素敵ですね。こう見えて私料理好きなの。好きと上手は違うけどな。山田は家電を中心に家具、インテリアも。あんなんだけど、これからもよろしくお願いします。はい。暮らしを幸せにする全部山田。私たちホンダカーズ群馬は県内18店舗のネットワーク、お客様の満足と笑顔のために誠意と情熱を持って取り組んでいます。安心のその先へ、お近くのホンダカーズ群馬へ。さあ、ペガサスロッカールーム、今回は背番号47番ルーキーの森永一世投手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。まず名前、これ一世、一つの世界、世の中って書いて一世、一世いいじゃないんですよね。世です。一世なんですよね、はい、これはあれなんですか、どういう由来で名付けられたって聞いたことありますか？どういう由来ですか？うん、いや特にそんな詳しくは聞いたことなくて。聞いたことない。そうですね。でも毎回、うん、最初初対面だとかっていうのは誠意って言われます。一誠意って言われるでしょ。言われます、はい、でも一誠なんですよね。誠です。へ、兄弟いてはるんですか？そうですね、3兄弟です。え、名前みんな聞いていいですか？一番上が姉で、うん、リサで、うん、兄貴がゲンジで、うん、自分が一誠です。ほう、じゃあ一誠くんだけちょっとこうあれなんですね、変わった名前ですもんね。変わってますか？ですよね。おお、まあそんな中で出身はどちらですか？福岡県の久留米市です。久留米、はい、あー、ラーメンの美味しいところ。美味しいです。ですよね、はい、で高校は？は大牟田高校です。大牟田高校、はい、で大学は？久留米大学です。という、まあ久留米大学出身の選手はいますよね。今ペガサスには井口さんが。そうですよね、はい、井口投手もいらっしゃるというところで、ちょっと野球のキャリア聞いていきたいんですけど、森永投手はいつ野球を始めたんですか？小学校1年生の頃に、うん、マニの影響なんですけど、うん、そうですね、始めました。ほう、で、こうどうなんですか、小学校、中学校とは進む中でキャリアは、例えば全国大会に行ったとか県大会に行ったみたいなキャリアはあるんですか？そういう目立った成績はないですね。ほう、で、高校に行くときは大牟田高校。大牟田高校です。福岡の県内の中でも大牟田高校ってまあまあ強豪校じゃないですか？まあそうですね、うん、まあ、シード校ではあります、うん、毎年、はい、
で大牟田高校に進もうと思ったのはどういう思いだったんですか、その強い高校に。そうですね、まあ、高校3年間しっかりやろうと思って、うん、まあ、寮で頑張りました。おー、で最終的にはどこまでこう勝ち上がったというのはありますか。初戦敗退です。え、強豪校なのに。そうですね、自分たちの年は。もうでその時森永投手はスタンドで応援してました。あら、本当ですか。本当です、はい。へえ、背番号もなくて。ない、なかったですね、最後は。じゃあこれかなりの、まあ、挫折というか。そうですね。うん、でも高校卒業する時とか高校時代の将来の目標っていうのは、は高校卒業の時、まあ、就職しようと思ってたんですけど、はい、まあ、親が大学行ってみないかってことで、うん、まあ、大学行って、うん、で、まあ、久留米大学だったんですけど、はい、そうですね、そんなに野球をしっかり強くやってるっていう感じでは なかったんで、はい、まあ、久留米大学に行こうと思いました。で、じゃあだって高校を卒業してもし就職するならばもうそこで野球はやめていたはず。そうですね、やめてましたね。でもまあ親の勧めで大学行くことになって、大学の野球部に入ろうと思った、これきっかけは。まあ、きっかけは、そうですね、きっかけはそんな特に。ペガサスロッカールームの完全版は公式 YouTube チャンネルペガサスチャンネルでご覧ください。公式戦も同じチャンネルで配信しますので、チャンネル登録お願いします。YouTube ペガサスチャンネルで公開している DJ ケチャップと素敵な仲間たち。この番組の魅力は、なんと言っても人。群馬県内で活躍するビジネスリーダー、オピニオンリーダーが毎回ゲストで登場します。事業のこと、自分自身のこと、地域を見据える情熱などなど、惜しげもなく思いを聞かせてくれるヒューマントークプログラム。スポーツ MC の DJ ケチャップさんが進行役です。歯に衣着せぬ物言いでズバリとインタビュー。笑いあり感動ありの DJ ケチャップと素敵な仲間たち、群馬から世界へ配信。それぞれの人柄が垣間見られるトーク番組となっています。申し遅れました、私アシスタントのフリーアナウンサー久林澄子です。 DJ ケチャップと素敵な仲間たち、 YouTube でお会いしましょう。今週もいかがだったでしょうか。ペガサス次回ホームゲームは8月13日土曜日、高崎青年会議所スペシャルマッチ、新潟ルビレックスベースボールクラブ戦が午後5時プレイボール、高崎市城南野球場で予定されています。新潟戦の前には子どもたちに最高の夏の思い出を、ペガサス選抜スペシャルマッチとして小学6年生の試合が3試合行われます。8月13日も球場で選手と一緒にペガホーしましょう。それでは来週もまた見てね。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りしました。